ヒヨミさんどうもお疲れ様です。動画の方ありがとうございます。えー、っとね、送っていただいた動画、あすべて聞かせていただきました。準備は OK だと思いますよ。実際は、ズームライブでは、私が聞いて吉見さんが答えるっていうね、このテンポでリズムでいきますんで、ずーっとね、喋りっぱなしってことはないと思いますから、あー まあ適度にね、水分取ったりとか、呼吸を整えながらやっていただければと思います。なんかそのね、雑談みたいな気楽な気持ちでやっていただければいいですからね、私の方がお尋ねして、で、必要でしたらもうちょっと掘り下げていくとか、私なりの解釈をお,ーお話しして、こういうことでよろしいでしょうかみたいな確認も取りながらやっていこうかなと思います。まああと、ズームライブですから、あの参加される方がね、他にもいらっしゃるとは思います。また 後日 YouTube に上がると数十名から100名前後の方がすぐに見ていただけるんではないかなと思いますんでねそちらの方にも語りかけていただきたいかなと思う中で、えー、潜在意識についてねお話を掘り下げる部分がもしかしたら出るかもしれないんですよというのが自分の意識のどこからどこまでが潜在意識でどこからどこまでが潜在意識かっていうふうな見分け方がねどういうふうにできるのかなっていうのは多分 私が言わなくても疑問に思う方いると思うんですよ。というのが潜在意識って自分では見えないから潜在してるわけですよね。でも意識できた瞬間にそれは潜在意識ではなくて潜在意識に変わってしまうんで結構つかみがたいものだと思うんですよ。もうちょっと具体的に言うと潜在意識っていうのは例えばね蚊が飛んできたら手をパッとやるみたいなね。こういう風な条件反射のこととか自分が意識しなくてもできる行動とかね。 えー、特に私格闘技を空手をやってたりとか最近はカンフーやってますのでパンチが飛んできたら考える前に体が動くみたいな訓練をしてるんですよねこれ全部潜在意識がやってのけることなんで私が「やばいパンチが飛んできたから避けないと反撃しないと」っていうふうに判断してるわけじゃなくて体が私の意識を本当にす飛ばしてて動いてくれるんですよねで。こういったものが潜在意識の一部かなというふうに私はね人に話す時は例えるんですけどもこういった解釈でよろしいでしょうかみたいな聞き方をすると思います。 えー、ですからねあの対話の中で突発的に事前にお送りしてない質問とかも上がってくると思いますので、まあ、その時の興味さんのお気持ちで答えていただければなと思っておりますで、えー、あとはプレゼントコーナーですよねプレゼントも多くの方が非常に楽しみにしている部分じゃないかなと思いますけどもおやっぱりこうね、えー、こう体験っていうんですかね体験を少しでもしたいなと思う時に あこれはね、こういうふうにしてくださいってことではないんですけどもこれも雑談程度に聞いていただければと思うんですけどね、えー、例えばね昔ねユリ・ゲラーのテレビ番組を見た時にユリ・ゲラーの番組の一番最後にテレビをご覧の皆様にユリ・ゲラーが念を送りますとこの念を受け取ってテレビの前でぜひねスプーン曲げをしてみてください曲がれ曲がれと念じてみてくださいって言うんですよそうするとユリ・ゲラーが本当にテレビをね通じて本当かどうか分かんないけども 曲がる年を送ったと思うんですよねそうすると私なんて真に受けちゃうもんですからこうスプーンをねこうやってガーってやるわけですよそうするとまあ曲がるわけですよね当時小学校6年生から中学校1年生ぐらいだったと思いますけども私はまあ一人でも曲げれた方なんでこうやったらね本当にはクリアクリアク,リアクリアって曲がるわけですよやっぱ家族もびっくりしてわあ曲がったねみたいなでもその頃にはすでに私がスプーンを曲げることは当たり前になってたんでそんなにびっくりはしなかったんですけどもねまあそういった形でなんか体験をね きよみさんがライブでさしてくれるんだったらなんかどんなものが用意できるかなとかも思っちゃうんですよね。あのこれやってくださいってことじゃないんですよ。そうするとみんなびっくりみたいなことが浮かんでくるんで、えー、これはやってくださいってことじゃないんですけどもそういうのがね、えー、なんか昔体験としてありましたっていうお話でございます。ゆり <laughs> ゲラさんはねでもスプーン曲げを実際はあ私はできなかったんだよとかね最近言い出してなんだよみたいなね。<laughs> 俺曲げたた俺はどうななんだよみたいな でも結城寺さんはこうも言ったんですよ。できると信じてトライすると本当にできる。それが超能力なんだよ。だってそんなことあるかいと思ってたらないわけじゃないか。でもあなたの潜在能力はもしかしたらできるに違いないというその意識によって引き出されるんだみたいな話をね学研のムーとかいう雑誌の方でされてたんのをちょっと思い出したんですけどね。だからね不可能だと思ったらそれが不可能になり可能だと思ったら可能に近づいていく。 多分これじゃなないかなと思うんですよ私いつも思考は現実化すると思ってるんですけども思考は現実化すると思うから思考は現実化するのであって思考は現実化しないと思えばそれが現実化して思考は現実化しないみたいなねこんなパラドックスもあるなと思って、ね、結構意識と潜在意識取り扱うのもなかなか難しいんですが非常に面白いなと思いますんでこれからのね「ズームライブ1 8日」非常に楽しみにしてます。是非ね準備ししすぎることなく本当リラックスして お待ちいいただければと思います今回の30分ほどの動画もう十分スタンバイできていると思いますんでぜひねよしみさんのあ見しみさんのねきよみさんの失礼しました吉見さんのきよみさんですよきよみさんのよ見みさんって誰だろうよよみさんは朝のライブで来たからからです <laughs> なんかね見で終わるからねごっちゃになっちゃいますね失礼しました改めてきよみさんのね素敵なパワーをズームライブで出していただきたいと思います ということですかね、まあ楽しく対談させて頂ければと思います準備はバッチリです楽しみにしてますそれでは、えー、その日までえっ、ー、と確かたこまるさんがオープンするのが8日ぐらい8日にはもしかしたらライブ前にお会いできるかもしれないですね15日にもお会いできるかもしれないその時にはこの前私そびれたんですけどもえっ、ー、とねこれヤマトくんの通信簿お持ちしますんで見てください <laughs> はい、じゃあこんこのぐらいで以上でございます。動画の方ありがとうございます。